はいどうもキラッチです。今回は動物の森史上最大の都市伝説シリーズということでね、暗い日曜日をね、トタケケさんに歌わせてみようと思います。はい、いやー、呪われる自殺すると有名な曲なんですけど、果たして歌ってくれるんでしょうか。鳥森でね、まああったんですけどね、果たして真相は闇の中だったんで、今からちょっと熱盛でね歌うのかどうかちょっとね、検証していきたいと思います。じゃあ早速まず話しかけていきます。いや怖いな。よかった、お願いしますよ。バカバカゾリー、タイルで君などのピスコイルを。よし、曲がいい、この曲がいいんだ。曲がいい。これをやるとさあ、トタケキさんは歌うのか。おお、演奏してくれるんだ。楽しみだな。オッケー。じゃあ聞いてね、準備。来ました。大丈夫これ、あ大丈夫っすかこれ、割れない、大丈夫。いや、終わっちゃった？大丈夫？なんでね、オートワークのデカゴビに、そんな曲はなったら。いや、曲、なかったんか。聞いたぞ。曲なかったんか。てっきりあると思ってたんですけど、どうやら、この都市伝説、嘘ですね。多分。多分嘘やと思います。いやー、ついね、10年前まで、本当だと、ずっと思ってました。10年以上前だ。間違えた。100年前から。100年前からね。この都市伝説は本当だと思っていたのに、ちょっとショックですね。でも、幸せなら OK です。ってことで、ご視聴ありがとうございました。